はいどうも、タクタクです。今回はこちら風船の街というホラーゲームをやっていきましょう。なんか成人した女性が赤い風船を持っているというどこか不釣り合いなような感じですけど、わかんないな。でもこれで成人してるかどうかお前っていいんだ。行っていくぜ。ほらほら、あの子が泣いているよ。あの子のもとへ行っておやりよ。通りゃんせ、参りゃんせ。あの子のもとへ参りゃんせ。通りゃんせ、帰りゃんせ。あの子のもとへお帰りよ。風船の町。お、倒れてる。なんか見たことある風景だな。あ、なんで私こんなとこで寝てんだ。帰るか。この方の作品好きなんですよ。作風含め。作風というか、作画というか。記録します。追加のデータを、消したくない方は、ここでゲームを閉じてください。うん。記録しました。あ、オートセーブ機能ってこと？あ、あ、でも記録する。あ、あ、なんでもいいんだ。長時間ショーにしますか。あ、開封戦。なんだこれ。なんでこんなとこに風船なんてあるんだ。あれはなんとかのなんとかにございます。あ、つみきちゃんっていう名前。あのようななんとかはなんとかに違いありません。田舎とかしてなんとかに沈めてしまいましょう。殺して海に沈めてしまいましょうみたいな。うっせえな。割らない。風船ごときにいちいち切れないって。あ、割ることもできる。こういう標識なんか怖いよね。子供を誘拐する。あ！何これ？なんだあれ？釘釘マンじゃない？釘がいっぱい刺さってるように見える。肉がうごめいているのはどうする？殺すって何さ？逃げる。気色悪い。でもなんともないんだね。あ、なんかいろいろ。鼻の、ね、首飾りなのか冠なのかが落ちる。ストップ！止まってみた。だから。なんともない。止まったんだけどな。ん？あ！なんか可愛らしい女の子が、いっぱい作る。やっと人間らしい人間に出会えたな。今日って何かのイベントとかやってたりするんですか？この辺、この辺り全く人の気配がなくて、しかも不気味な赤い風船があちこちに浮かんでるんですよ。あと、肉の塊みたいなのがうごめいていてさ。別にイベントとかはやってないみたいよ。まあ、私はこの辺りの人間じゃないからよくわからないんだけどね。そこら辺に落ちているおびただしい数の花冠を作ったのはあんたか？そうよ。かわいいでしょ？花冠を作っていると心が落ち着くのよね。あとこの花冠には、音量を、寄せ付けない効果があるのよ。あ、それ欲しいな。え、マジで一つもらってもいいか？別にいいわよ。っていうか、そんな花冠を作る、あんたは一体何者なんだ？私の名前は天使よ。まあ、天使みたいな雰囲気ありますけども。本当に天から使われた使者、天使ですか？あ、ああ、エンジェル。そうっすか。私のこと、異常者だと思ってるみたいだけど、私からしたら君の方がよっぽど異常者だわ。あ、ああ、ごめん。確かに、私はおかしいのかもな。変な肉が見えるし。君、名前は？タタラツミキだ。タタラツミキ。すごい名前だ。積み木ね。ちょっとその肉とか風船っていうの気になるわね。君について行っていい？え、別にいいけど、私の家すぐそこで今帰るとこだったんだけど。じゃあ家に着くまでついて行っていい？え、別にいいけど。うん。こっちに肉がいたよ。あ、もう戻れないみたいですね。記録セーブは一つだけなのかな？うわ、ほんとや、またいたよ。ほんとやって言ってたけど。また肉みたいのが。あんたこの辺りの人間じゃないって言ってたな。何しにこんなところに来たんだ？私は大学で民族学を、研究していてね。この土地に興味のある伝承があったもんだから調べに来たのよ。ああ、大沼の。何か知ってる？ああ、確かまだこの辺りが村だった頃、大沼にいる神様に干ばつとかの災害から、村を守ってもらうために、罪人を沼に沈めて生贄として捧げてたってやつだな。
そうそう、それよ。で、今はやってるの、それ。 やってるわけない。この時代にやってるわけないだろう。ここが町に吸収されたのと同時にその儀式もやめたんだって。その代わりに今は大沼の周りで、祭りを行い、魚を沼に捧げてるとかっていう話だ。へえ、お祭りになったんだ。うん、まあ私もここ最近引っ越してきて人から聞いた話だからよく知らないんだけどな。君はどうしてここに？通ってる大学から近いのと、まあ家賃の安いアパートがここにあったからな。へえ、大学生だったんだ。お揃いだね。またいるよ、なんか。指袋電気。うわ、早速いたよ。こいつです、こいつです、兄さん。君にはあれが肉に見えるのね。どう見たっておぞましい肉の塊じゃないか。そう。なるべくあれに関わらないように行きましょう。話しかけてもダメよ。いいわね。え、ああ、わかった。話しかけるとどうにかなっちゃうのかな。どうなんだろう。話しかけたい気もするけど。関わってはダメよ。いいわね。めっちゃ汗かいてる。そう言われると、いっぱい調べちゃう。ダメなんだ。あ、ほら、風船だ。あれは嫌なこと言ってくるんだ。嫌なこと？例えば、あれはなんとかなので殺して沼に沈めてしまえとか。沼なんだ。あれ？なんか沼って言ってたっけ？ふむ。そんな奴に耳を傾けることはないわ。無視しましょう。まあ、そうだな。そういえば君の家ってどこ？ああ、私の家はすぐそこのボロアパートの2階の一番奥の部屋だな。うん。これもダメなんだね。それでは家に着いたから、それじゃあな。それじゃあまた会いましょう。おっとよ！あ、姉ちゃん！まつりちゃん！かわいいっすね、なんか。お団子頭で。お邪魔女ドレミちゃん。逃げてきそうな。お帰りなさいなのら。したったらす。祭り、なんでここに？今日祭りと遊んでくれるって約束だったのら。だから祭りはお家からバスに乗ってはるばるやってきたのら。ああ、そういうことか。ああ、ごめんごめん、すっかり忘れてたわ。それじゃあ今から第三大沼公園に行こうぜ。やったー。あ、妹さんかしら。たたらつみき。ね。おお、天使ちゃんが、あ、てか、なんかおるよ。え、これさ、一回ちょっといいっすか、タイトル画面。続きからできんの？あ、続きからもほんとこんな続きからなんだよ。いるよ、いるって、ここになんか。ノーリアクション。天使ちゃんが吸収されたところ。ここの部屋の主は数ヶ月前に事故で亡くなったらしい。今は空き家になっていると大家から聞いた。天使ちゃんはいいの、助けなくて。やべくねえかって。人殺しの化け物も二度と悪さができないよう手足を切り落とし目と舌をえぐり出せ。割らない。何それ。関わっちゃダメだって言ってたけど、かかっている。あっ、おばあちゃん幽霊。あっ、あっ、ああ、やり直そう。関わらないでいこう。なかったことにしよう。やべえよ。あれ、そういえばランドセル置いてこなかったのか。うん、学校終わってからすぐにバスに乗ってきたのら。母さんには行ってきたのか。行ってこいよ。行ってない。心配すんぞ。母さん心配するだろう。でも何か言えない事情でもあるのか。だったら姉ちゃん何も聞かない。でも帰ったらちゃんと母さんに謝るんだぞ。姉ちゃんも後で電話入れとくからさ。ありがとう姉ちゃん。しかしこういう時に携帯電話でも持ってたら便利なのにな。欲しいな携帯電話。え？携帯電話持ってないの？え？どういう状況なんですか？なんで携帯電話？なんかもう必須アイテムじゃないですか、もう。え、なんか時代がちょっと古いとかなのかな、もしかして。はい、といったところで、今回は短めですが、こんな感じで終わりたいと思います。それでは、またお会いしましょう。したっけ？